インバさんでございますが、あの途中ちょっとパチンパチンっていうような音が何度か入ってくると思いますが、これはあの金馬師匠がですね、風あの扇子をねこうパチンパチンパチンとあしらっている音でございますので、どうぞそのおつもりでお聞きいただきたいと思います。それでは先代高尾三代目金馬さんでございます。名前を残した人がございます。志田の山沿いから出ました甚五郎と利勝と呼んで志田利甚五郎、日光へあの眠りの猫ってのは掘ってございます。そばに牡丹の花が添えてあるんですが、どうもおかしいと考えます。あの牡丹でしたら唐獅子とかな、あら蝶々なんてのはふさわしいございます。猫でしたらネズミかアンカかカツムシでも掘りそうなものです。ボタンの花に、ね、猫ってのはどういうわけですとあるお方に伺いましたら、あの一年中でボタンの花の白く自分を猫が一番眠がるんだそうですな。それから考えると甚五郎ってしたら猫に親戚でもあったんじゃないかと。お前一番一年中で眠いのはいつ頃だいって聞いたら、牡丹の花の白く自分でございます、ニヤオカなんか言ったらしいございます。浅草へ木馬を掘りましたのが裏田んぼへ出て稲を食ったて、上野の釣金堂の柱へ竜を掘ったのが忍ばずへ出て水を飲んで、浅草で食って上野で水を飲み、その頃の川柳でございます。紀の国屋の文左衛門亭一代のうちに百万両をこしらえた。今の百万両は何でもねって私は持ってやしませんけど、十両盗むと首のなくなった自分の百万両、またその自分でも百万両を残したお方は随分あるそうですが、それを一代のうちに百万両使ってしまった。派手なことしたもんですな、みかんでもうけたんで種なしにしてしまったんじゃないか。11月の8日に江戸に冬の祭りってのはございます。たたら徹夜なんか生したり焼きを入れます。オートメーションでございません時代ですから、冬のってものを盛んに使います。それをお祭りします。近所の子供を大勢集めてみかんを巻いてやったりなんか、みかんがなくてはならない行事ですが、暴風続きでございまして紀州からみかん船が来ません。江戸のみかん商人が品川へ行って、みかんは来ないか、みかんは来ないかと東京を睨んでます。東京の暗いのに白尾が目につきました。あれは紀の国みかん船だ、やれこのこれはのどっこいさと踊りを。あのカッポレって踊りは100万両の型にあれ一つできたんだそう。高い割に面白くない踊りです。お客さんの前で失礼ですよ。しりっぱしょりでな、たすき掛けで向こう八巻き、掛け声が良くないです。よいとこらさーって地ならしみたいな踊り。それに吉原の大門を三度閉めた。これは腕づくで締めるんじゃございません。あの腕づくで締めるんなら裏の戸なんぞ誰でも締めますけれども、そうでなく大門を締め切って3000人の女をまた諸和金堂を全部買い切って、ご自分一人が客になりまして、お茶屋の2階からみかんの代わりに小判を舞い、いい心持ちでしょうな。一生前に一遍だけやってみたいと思う。負けなかったらそれは拾ってみたいと思う。
その頃の花魁にはそれだけお客様をとぼつかせるだけに腕がありました。大名道具といって普通の一元さんという出し抜けのお客様は取らなかった。お大名でなきゃ相手にしなかった点ですから、随分権威のあったもんでございますな。で、ですから花魁とは花の先駆けと文字に書きます。まず遊女でも名前を残しましたのが高尾太夫、幾代玉菊、田曽谷、勝山、それぞれ皆何か残しています。田曽谷という花魁が安頓残しまして、田曽谷安頓、玉菊という花魁が灯籠残しまして、玉菊灯籠、灯籠だの安頓だのって明るいものばっかり残します。今名前を残す人ができれば電気高尾とかね、ネオン勝山なんてのはできやしないかと。高尾という花魁も13代もあったそうです。その中で2代目の万次年間人呼んで仙台高尾という人が一番名前が残っています。相手がようございます。五十四軍の主の仙台高賀だよ。またこの人が器量が絶世の美人で、糸竹の道は言うもさらなり、ことが呼吸月金木金借金の言い訳なんかすらすらです。お茶も立てれば千個も立てる、花もいければ多どんもいける、金魚の診断なんざ自分で庭の隅いけちまう。武芸18般の心得があって、小笠原流を知ってたってんですから、薄っきりの悪い女があるもんです。柔術が鬼頭流、弓が壁流です。新影流の使い手で、馬が大坪本流、静香流の薙刀ができました。武田流の軍楽ができて、吉田流手書きあれども文書きなしとか申しまして、字をうまく書く人はいくらもあるそうですが、文をよく作るというのが少ないそうです。昔から名文として残った手紙が2つございます。本田作左衛門亭主が戦地からお家によこした手紙に、一つ死の用心、おせん泣かすな馬肥やせ、簡単にして明瞭ですな。死の用心気をつけなきゃいけない、火事で焼けるというと全部なくなっちゃうから、おせんってから女の子かと思ったら戦地寄ってんだそうですな。その子供を泣かせないようにしといてくれ、いざっていう時には使い道にならないといけないから、まあ太らしておく、まして金馬は太らしておく。それと仙台港へ送った高尾の手紙です。有志波の上の恩買い出せ、恩館の守備いかにおわしますや五言のまま、忘れねばこそ思い言い出さずそろかしく、館の君へ三浦屋口高尾より、水泳書いたのは、君は今駒方あたりほととぎす、よくだり半かなかったです。三下り半じゃ離縁状になるで、一くだりおまけにしたんです。この中にソロ定時がただ一つかない、忘れねばこそ思い出さずソロかしく、我々手紙を書くとソロ定時がベタ一面に書いちまいます。ソロを書かなきゃ手紙でないと思いました。暑くて早漏、寒くて早漏、今日はちょうどいい加減で早漏、今の早漏書き損ないで早漏、今度の早漏が本当の早漏にござ早漏なんて、早漏取っちまうともく分からなくなっちゃう。忘れればこそ思い出さずてと白状に聞こえますが、忘れないから思い出す暇がない、のべつ思ってるという意味だそうです。これは高尾のずるいところで、太田道館って人が初めて子供を亡くした中にあるそうです。子供の今日お別れし時も今もなお忘れねばこそ思い出さず、この歌の意味を盗んで仙台を送った。戦地はそんなこと知りませんからね。これをもらって急に有頂天になった。
夜が屋敷引き取って手回りはしたに使いたい。お大名の惚れ方ってのは実に大げさです。この女生かすじゃねえか、付き合ってみようかなんてんじゃないんですかね。手回りはしたに使いたい。毎晩毎晩くるあがよいが始まりました。ご家来が大勢でご意見申し上げましたがお聞き入れがございません。中には粋な家来がございまして、ご意見するだけ無駄だよ、もう夢中になってるんだから、それよりも三浦屋の主に会って掛け合って身請けをしてお手元へ置いたらお道楽がやむだろう。これはうまい。三浦屋の主に会って掛け合いますとよろしゅうございます。高尾太夫はうちのお職じゃございません。吉原中のお職でございます。立ってお入りようとあらば差し上げますが、高尾の体を目方にかけますが、一文目いくらの割で引き取ってくれます。まるでプラチナを潰しに売るよけいくらでもいいから引き取ろうと目方にかけてみると驚くなかれ78貫目。お相撲さん2人分今78貫って言わないんですね。112キロ。金に糸目のない仙台港7800両を出してお屋敷に連れてきてお手元用いたがいのごとくならず、言うことを聞かない、自由にならない。何もあんなことをくどく言うことはないんですけどこういうことは身につまされることがありました。今じゃないんですよ、まだ頭に緑の黒髪華やかなでしょ。落語実地研究のためってんで出かけるんですが、あんまりモテた試しがない。仙台港それと同じようなもんでお手元へ置いたがいのごとくなら、要は須田の月が見たいぞよと仰せんな。隅田行って月を見よう、船の中でくどこうとうまく考えましたな。夏になるとボート屋が忙しい、タイガーベックですよ。一人で乗ってる人見るとぼーっとしてます仙台港ですからボートじゃございません。お船艇につけますと高欄付きの立派なお船が出来上がります。千名を高尾丸やがたの君様が乗りますので、やがた船芝汐留の屋敷を船場内汽笛一斉新橋のあのゴミだらけの貨物駅、明日から船が出たのも面白うございますな。神戸北条という能楽連合式船です。おひゅーひゅーてんてん、笛と太鼓で練り出しました。同じ笛と太鼓で出るんでも話が川崎が筋肉のとは違いますから、水庫の方で鉄火味噌で茶漬け食ってるなんてしみったれなの一人もいません。山海の珍味伝屋の野菜ごちそうが山のようです。話からんじゃ見たばかりで食笑してしまいそうです。仙台港の成がやばい、竹にスズメの金の縫いつぶし綺麗ですな。飯の食いつぶし合わせはのしてありません。紫頭巾っていうのがあるんです。紫頭巾っていうと大変体裁がいいんですけど、紫ちりめんの茶ふくさだそうです。頭にふくさ乗っけて自分が志願のお配りに行く両県三ツ俣川というところで吊るし切りになる。仙台堀っていう堀の辻向こうです。千葉に抜ける堀のちょうど真ん前です。お芝居でやってもいいところでございます。二三号も入ろうという朱塗りの大杯にお酒をなみなみと継がしてテンテレレンという相方で高尾に突きつける。去年も芝居で出ました序幕に、俺高尾禁酒を破って飲む酒は浮気を払う戦地の領役、そうきなきな思わずとそちも一言すごしゃいの。お酒で女くどいてんな、まことに格好がようござる。どうかするてえと謹慎深い人が汁粉を食いながら女くどいてる人がありますが、餅を食いながら女と口を聞くもんじゃありません。色気ありませんからな。こういうのか行かないね、どうも色気が聞きません仙台港禁止を破らずに団子を食いながら高尾を口説いたら、どんないい役者がやってもにらみは聞きません。これ高尾きな粉のついたこの団子、そなたも半分かじりゃいのだな。
お杯ですから格好がようございます。刺されたお杯を高尾がぐーっと飲んで殿藩ご返杯と、いや無事に収まる。飲まなくてもいいんですよ、ご婦人ですから。私こんなに飲めないの、つけてってなこと言い合い断ります。断り方がよくなかった。張りひじ程度おいらの貫禄十分に。いやでござんす。変なことはいがかしたもんです。二度目に突きつけたのを賭けが当たるとボロリと取り落としました。完璧の都合にお方でジリ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 勘の虫が込み上げてきました。車にあらば君牽制、館に置けば手回り明日だ。我が家に背く時にはその分には捨ておかんぞ。いたけたかん。この時に高尾がキャーてえかと思うとニコニコと笑ったってんぞ。ずるし女があるんですな。殿藩どのように挑みかかろうと、主にばかりは身を任せることはできんせん。里言葉ですよ。できんせん。仙台高校というベスを書いちゃった。それでは俺が困りんす。などじなこと言いやがって。私には陰州鳥取の藩で島田十三郎という似せたかわした夫がございます。女の操を妻重ねするわけになりませんで、あなたには身を任せれることができません。ずだん。昔の花魁は偉いですが貫禄があって、さあ仙台老子ちゃん、ボリ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 って歯噛むてえと下へ十歳ほどの筋が出る。こっちに筋が出るとこっちへはんぺんが出る。おでん屋の鍋へ覗いたよ。おんぱがせの使い手のかかるのぼごむたいごむたいへお考え、遊ばせいせいでことを従えるくらいならに、飲み子は安徳帝を抱きまいらせ再会のむくずとなる言われなし。かなわぬ時はかねての覚悟。上着を脱ぐと死体が白むく、南無阿弥陀仏の六字の名号、首に水晶の数珠がかかってました。自炊の覚悟。自炊ったって自分でご飯炊くんじゃないらしい。こべりを刺してブルーッと駆け出したやつ、待て待て待て、あと追いました。こうなるとご家来たれ一人支えるものがございません。こべりに片足かけてダメーンと飛び込もうというのをたぶさあ掴んで、ずる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 手元へ、おんぱがせを抜くと片手を段に振り上げ、打ち下ろそうと見る手と水の垂れるようないように、まして1800両かかってシャーってやっちゃうな。ダイヤモンドを金づいて吊るしまうよ。惜しくってしょうがないです。高さん、そんだら強造なこと言わねえで心で図壇盗ねえかい。こんなとこ一台も進んだってもそうございます。振り上げる途端に関税北条農学園の笛の音が、おーひゅーひゅー、笛の音一声で仙台公妙なとこから調子が出ます。これ高尾、なぜその方を飲み込むぞ。歌い口を下で高尾がいやーっと鼓の合いからでパンパンと切られしまいました。出演800両を出して屋敷に連れてきて言うことを聞かないのみならず、色男ののろけを言われました。仙台号この時にすっかり味噌をつけちまって、それから仙台味噌っていうのが出来上がり。お時間でございます。三代目三遊亭金馬さんの地話でございますね。仙台高尾でございました。